今日は。 目の開き具合についての話をしていきたいと思いますまあ、目を縦に大きくしたい方って多いと思います日本人の場合で縦に大きくするためにえ二重ラインの調整まあ、二重ラインを広げたりとかそういう手術って容易に思いつくと思うんですけどまあそれではですねえ単純に目が大きくならないという事実があるんですねどういうことかというと二重幅を広げれば広げるほど黒目の開きが悪く なっってしまままうこととがありますえっとまあ、いわゆる「眼検下垂とか言われる内容にあたるんですけれども、えっと、正常なまぶたというのはですねこの黒目の開きがしっかりと開いている例えば9割とかですねえ開いていてで、えー、まあ 目つきが悪い方というのはその黒目の開開きがいいいいていないとということです。7割とか50%とかまあここまでいくと保険診療とかになるんですけど黒目が半分ぐらいしか見えてないよっていう方ですね。でそれを測る指標として、まあ、MRD と言われるマージナルリフレックスディスタンスと呼ばれる指標があります。あとは、 えーとこの黒目のですね大きさを、えー、測るために、えー、県列項と言われるですね、えーまあ、ものがあってそれぞれこういった感じで、えーまあ、分類されています。MRD MRD 正常度度の眼下程度の眼眼水中程と県列項それぞれどれぐらいの指標であればあそうがん顕裂になるのかということでまあ 最初にお見せしたまあ画像なんかで言うと、まあ、こういったですね画像をまあ見てもらってそこからまあこういったですね定規でこう測ると。 黒目の中心から、えーとまあ、まつげのですね、えー、この際のところまでを測るとそれが3ミリぐらいしかあ見えてあ3ミリ見えてれば正常で1 5ミリぐらいしか見えてなければ、まあ、軽度の眼ん下水中程度だと0 5ミリぐらいしか見えてないよとかこんな感じなんですよね。で一方で、えー、ケンレス鋼に関しては、まあ、こういったですね黒目ですよねここをこう測ると。 で、この下のまつ毛の、まあ、際のところから、まあ、黒目の見えてる部分ですよねを測っていただいてそれで正常だと1 0ミリぐらい軽度だと 7mm ぐらい中程度だと 6mm ぐらいしか見えてないとこういった感じで判断されるんですね。でそれによって、まあ、何を測ってるかっていうと虚筋、えー、機能をしっかりと機能しているかだったり、えーとまあ、皮膚のですね、えーまあ、たるみはあるかだったりあとは そうです、ね、えー、まあこの拠金機能がしっかりと働くためにはですねそのつながり、えー、をですね、えー、見ないといけないので、まあ、そこを測っていくということですね。あとは、まあ えー、皮膚の痴漢であればまあ、えー、美毛化切除と言われる眉下切開ですねいわゆる、まあ、それを提案されることとかもあるので、まあ、この辺の指標を測っていって、まあ、どれが適切なのかっていうのを、まあ、判断することになる。で最初の話に戻るんですけど、まあ、二重幅が広ければ広いほどえー、っとまあ黒目の開きが悪くなってしまうので、えっと、目の縦のを大きくする印象っていうのがまあ 大きくできるわけではないということを話したんですけど、まあ、これは眼圏下水の話ですよね、まあ、一般的に、えーまあ、眼圏下水の人は二重幅広いんだけど、えー、目の開きは良くないとなので、えー、縦に大きくなったわけではないということです 癌、まあ、眼ん下垂の原因としてはコンタクトレンズ老化アイプチ、えー、あとまぶたをこすったりとかそういったことが考えられるので、まあ、これらはですね生活習慣の中で注意をしていただければと思います。えーまあ、先ほど申し上げた、その、 筋肉とか神経に全く問題がないのに、えっと、眼鏡下垂って誤診されてしまうことがあるんですよね特に形成外科の専門のドクターではない医師が診断をすると誤診することがありますなのでまず医師選びをする上では形成外科専門医かどうか JSAPS に入っているかどうか、まあ、こういったところをまず最低条件として見ていただくといいと思います。で目を縦に大きくする手術に、えー、最後に何があるかというと、まあ、今言った眼鏡下垂の手術。で えー、その黒目の開きが良いという前提の上で二重幅を広げる手術あとはまあ最終手段、えー、下がんけん下術と言われる今度下側ですよねここを広げていくという手術があるので、まあ、こういったところを改善することで、えー、まあ いわゆるこの県立口ですよねこれを大きくすることができるということを覚えておいてくださいなお具体的なメインのご紹介に関しては下の概要欄のメールフォームからご相談いただけますのでご希望の方は送っていただければと思いますでは今日の動画は以上になりますご静聴ありがとうございました